I want to tell you the greatest story ever told. 残り少ない人生を送るつもりだったのに、自然に負けた私たち。だからもう、まあ、びっくりっていうかね、もう全部町がこう、瓦礫の山に変わってまして。The earthquake lasted for 6 minutes. It created the largest tsunami in Japan's modern history. これ、この震災で妻を失ったりとか。私に来た最後のメールに帰りたいっていう一言があったんで。家族の命があっただけで、それでもだけでも良かったのかな。やっぱり思わなければ今思い出すとちょっとこれがもう元気というか石巻にずっといられるようになったきっかけというか元気が出て陸上はねずっと探してたんですけどもういないんでやっぱり海で、ね、海なのかなと思って自分でもさなと思って。たのがきっかけなんですけども連れて帰りたいなと思って Every single time we breathe out the oceans take that in and breathe it back to us and through this is how we are constantly becoming our planets